はい、じゃあ。じゃあやっていきましょうはか。い。はい、ということで、今日は、フリーデイズの、サードっていう、僕らがね、今までこうブログのコミュニティですね、ブログのコンサルコミュニティっていうのを、1年間やってきて、それがちょうど終わって、今度またフリーデイズフォースっていうのを、4期目を募集するんですけど、それの、前にじゃないですけど、ちょっとこう、フリーデイズってそもそもどういうことやって、ブログでどんなことをなんか教えてんのとか、なんで、今回たくさんの方、40何人でした？ 44 人かの方が、1万以上とか、多い人だとね、100万、月100万とかね、稼げてる人とかもいるので、そういう人が何を学んでるのかとか、どんなことをね、実践してるのかっていうところをね、メルマガをね、日頃受け取ってる方も、ね、知りたいっていう部分とか、あると思うので、今回はね、そういった、こうね、興味を持ってくれてる方に、ブログのことについて、何でも質問にお答えさせていただこうという回を、今回ご用意させていただきました。はい、ということで、早速あれですね。そうですね、質問を今回、50件ぐらいとかかな？ 50 もう60件くぐららいい行きにましたかね。なってて、そしたら皆さんすごい一人の方がいくつもね、質問してくださったりとかしていて、ガンガン答えていきたいですね。去年はね、1時くらいまでね、かかってるんですよね。そうですね、質問メルがマガでもお伝えしたんですけど、多す深ぎ夜。て。一応、1時間半くらいのね、予定ではあるんですけど、きっと、ね、どうですかね。そうですね。質問、いただいたからにはね、ちゃんともう全部答えていこうと思うので、だからちょっと時間過ぎちゃうかもしれないんですけど、そこは時間過ぎても参加したい方は、ぜひ参加していただいて、もうちょっと、もう無理って方は、また、後日ね、動画もお送りするので、それを見ていただければな、というふうに思いますので、途中で抜けていただいてもね、は全い。然大丈夫です。全然大丈夫そうで。はい。なので、はい。よろしくお願いよしろしくお願いします。ます。たくさんの方がいらっしゃってくださってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。い。じゃあ、早速、一個一個答えていきましょう。はい。じゃあですね。まず、ユミさんからいただいているご質問です。で、まだ何も始めていないのですが、本当に何を書いたらいいのか、どのようにブログを始めていいのかわかりません。何かアドバイスがあればよろしくお願いしますってことで、こういった感じのご質問結構たくさんいただいているので、まとめて回答させていただければと思うんですけれども、吉田さん、すみません、そもそもブログとは何で、それでなぜ収益化できるのか、それがわかりません、教えていただけませんかということとか、あとは、ナナさん、ブログの内容について伺いたいです。本当に手に職もなければ書くことがないのですが、それでもブログで稼ぐことは可能なのでしょうか。このあたりですかね。まず、ブログとは何っていうことですね。ブログとは何ですか？ ブログとは何か。ブログですけども、稼ぐ方としては、あれですよね。自分で、こう、ワードプレスっていう、ブログを作るものを使って、ブログを立ち上げて、で、そこに、収益化するための広告を貼ってっていうところで収益化していく感じですね。で、そこに何を書いていくかっていうところですが、何を書いたらいいのか、どのようにブログを始めていいのか。もう一番初めからお伝えすると、まず、レンタルサーバーっていうものを借りて、ドメインですね。なんとかなんとか .com っていうのあると思うんですけど、それが独自ドメインっていうもの、それを取って、で、それが月々ね、1000円くらいでできるので、それを取っていただいて、そこにワードプレスっていうものを入れて、ちょっとあんまり最初から難しい話をしちゃうとあれなんですけど、そこでもブログを作って、で、収益化していくための、Google AdSense っていうものを、他にもやり方はありますけれども、AdSense っていうところで広告を貼るので、それの審査を受けて、で、それで広告が貼れるようになったら、記事を書いていくっていう流れですね。基本的な流れとしては。で、内容っていうところでは、やっぱり今世の中で話題になっていることとか、あとは少し先に話題になるようなことっていうのを記事にしていただくと、すごく収益化しやすいですね。初心者さんでも、書いていきやすい、アクセスを集めやすいっていうところですね。そうですね。はい。とりあえず、要点は、
まあ、まずはワードプレスというブログをまとめてください。作りますと。ワードプレス。まあ、ワードプレスっていうブログを用意して、うん、まあ、それで、まあ、ブログっていうか、まあ、ウェブサイトをね、作る感じですよね、うん、自分で。で、それで、まあ、ブログにアクセスを集めて、まあ、そのブログに来てくれた人が広告を踏んでくれたりとか、うん、まあ、そこから商品を買ってくれたりっていうことで、まあ、自分にお金が入ってくるので、うんうんうん、じゃあそのねブログのアクセスを集めるためにはどうすればいいかっていうと、うんうん、まあ人が気になって検索すること、うん、まあブログっていうとなんか日記みたいなイメージが最初はね先行しちゃうかな、芸能人の日記とかのイメージあるかもしれないんですけど、はい、そうではなくて、まあ人が知りたいこと、うん、まあなんだろうな、なんか本当、まあ、例えば今もうすぐ年末とかで僕は、うん、福袋についてめっちゃ記事を書いて、初心者の時に稼いだんですけど、うんうん、そのどこどこのブランドの福袋の中身って何だろうとか、うんうん、予約っていつからするんだろうみたいなところもそうですし、うんうん、まあ、普通にねテレビのなんか芸能人のあれってどうなんだろうとかもそうですし、まあ、人が検索することなら本当何でも、ね、ブログにして記事ネタになるのかなというふうに思うので、ざっくり言うとそんな感じですね。そうですよね、まあ、その芸能人のことだけじゃなくて幅広いとこですよね、あの、うん、こちゃまぜブログみたいなイメージで、うん、なんかこの夏だったら結構その花火大会とかであのアクセスを集めた方も多かったですし、この花火大会ね、今年コロナがちょっとね、あの落ち着いて外に出たいみたいな方が夏でね多くて、うん、そのお祭りとか花火大会のまあ、混雑とか、駐車場とかいろいろそういうキーワードあると思うんですけど、そこら辺でこう記事にしたりとか、うん、なのでイベントとか音楽とか、本当いろいろそうなんですよ。だったらいっぱい出てくるんですけどね。そういう感じです。なんとなくイメージしていただけますかね。はい。じゃあ次ですね。島由美さんで、ブログの題材はあれですね、添削も順番にですね。あ、そうですね。うん。じゃあ、島由美さんの後に一つ添削されますか？こう順番でやっていかないとあれですよね。まあ、普通に上から見て大丈夫ですか？いいんじゃないですか？はい。これで。あ、いいと思います。はい、わかりました。はい。で、島由美さんからいただいたもので、ブログの題材はあるが、どうしていいか考えがまとまらない。で、まだ立ち上げられていないが、A8 でセルフバックを使いながら、X サーバーをレンタルすればいいのか。っていうことなんですけれども、題材なんでしょうね。ブログの題材はあるが、どうしていいか考えがまとまらない。まずあれですね、その題材で検索してみるといいんですよね。その詳しい題材が分かればまた具体的にお伝えできるかもなんですけど、やっぱりあのブログで稼いでいくためには、まあ、検索してそこに、付随して出てくるこうキーワードっていうものがあって、そこが皆さんがこう検索していることになるので、うん、その題材で皆さんが世の中の人が何を知りたいかっていうのも、そのもうキーワードにねめっちゃ出てるんですよ、うん、キーワード命なんですよね、あのブログは。なのでまずそこで検索して、どんなことが皆さんに検索されてるのかなっていうのをまず見てるのが一番いいですね、きっと。そうですね、うんうん、まあ、題材何について書きたいみたいなのがあると思うんですけど、うん、その中で、うんうん、あのなんだろうな、人がその中で何検索したいのかっていうと、うん、多分いろいろあると思うんですよね。出てくるときに、だそこの、まあ、人が検索するキーワードっていうのを、まあ、調べていくっていうことが大事になってくるかなと思います、うんうん、なので、はい、まあ、そこを、まあ、人が気になることとかを、うん、まあ、題材にする、うんうん、検索するっていうことは、ね、人が検索するっていうことは疑問があるっていうことなので、うん、その疑問に答えてあげるブログを作ってあげるってことが大事ですね、うんうんうん、で、まあ、A8 で、まあ、セルフバック、そうですね、して全然 OK なんです、うん、で X サーバーレンタルして、うんうんうん、ワードプレスを入れていけばいいと思います、はい、X サーバー の、 あのセルフバック一件3000円とか、一番下のコースでも3000円とかもらえるんですよね。あ、そうなんですね。そうそうそうです、そうです、自分でそこから X サーバーを、レンタル、まあ、自分でまあ購入する、契約するみたいな感じで、3000円大きいですよね。月々一番ベーシックなコースで全然 X サーバー OK じゃないですか、うん、それ多分1000円弱、800円とか900円とか、そうです、ね、1000円くらい、3ヶ月分ぐらいなので無料になりますもんね、うん、ですね、はい、なのでセルフバックはぜひ利用していただければと思います、はい、うん、はい
で、次が、あ、ひろきさんも読みますか？私も。いや、大丈夫ですけど、読んでください。読みますか？はい、読みました。じゃあ次、MK さんが、あ、これはさっきのご質問と同じですかね。一応ちょっと読み上げさせていただくと、MK さんがブログを始めたいと思いながらも、本当に何から始めたらいいのか分からず、一歩も進めず、でもです。後退しているように思います。で、たかちゃんさんもブログを書いたことがないので、何について書いたらいいのか、書き始めはどんな書き方がいいのか教えてください。書き始め、うんうん、そうですね。なんか画面共有とかしながら、なんか見てみますか、試しに。せっかくなんで。例えば、まあ、何でもありますけど、まあ、例えばよくあるのはスタバの新商品って今何が出てるんでしたっけ？画面共有できてますかね？ちょっと見てくださいね。多分時間差できっと画面共有が出てくると思うんですけど、うん、スタバの太田さんできてると信じて、ああ、できてました、できました。うんうん、まあ、なんかストロベリーのやつが今出てるんですかね。なんで、ストロベリー、うんうん、あ、ストロベリーベルベットっていうのがあって、まあ、検索をすると、カスタムっていうキーワードがあったりとか、うんうん、ストロベリーとかだと、いつまでとか、うんうん、2022売り切れとかっていうふうにあるんで、うんうん、まあ、こういうキーワードっていうのが検索されるものなんですよね。うんうんうん、で、あ、このスタバのストロベリーのいつまでなんだろうって言って、まあ、いつまでって検索されると、うんうん、まあ、このこういうキーワードを使ったスタバストロベリー2022いちごいつまでっていうのとかが出てくるんですよね。うん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 、これがキーワードですね。そうですね、うん、ここが超大切ですね。カスタムってやったら、やっぱりスタバのカスタムっていうキーワードの、うんうんうん、で、あの記事が出てくるので、そうですね、スタバのこのカスタムについて、ストロベリーのカスタムについての記事が出てくるので、こういうふうにあのキーワードを探して、人が何を検索するのかなっていうのを探して、このキーワードについて記事を書いていくっていうのが、まあ、ブログで稼ぐための中に結構基本的なところかなと思います。うん、基本で、そしてめちゃめちゃ大切ですね。ここが、はい、かな、このキーワードを意識しないと、どんなにいい記事を書いてもね、うん、見られないということになっちゃいますしね。そうですね、うん、そこが一番のポイントかなと思うので、うんうん、キーワードを、はい、スタバだったらね、本当にその期間限定のこのフラペチューノとかだったら、やっぱり期間いつまでとか、もちろんカロリーとか口コミとかもそうですし、うんうん、もう定番なんですよね。うん、例えばなんか前メロンとかありましたけど、メロンもやっぱいつまでと売り切れとかもそうですし、うんうん、なんだろう、マロンメロンの次はマロンですけど連想ゲームですか？それも同じキーワードはね、うん、検索キーワードっていうのは過去に検索された履歴なので、うん、これを見ると、あ、人はどんなこと検索してるのかなって分かるんですよね。うんうん、なのでスタバマロン売り切れだったら、やっぱりマロンフラペチーノ売り切れっていうキーワードの記事が出てくるので、うんうん、まあ、この、うん、キーワードですよね。あとはいろいろ、まあ、ライバルチェックとかいろいろ細かいことはありますけど、基本は本当ここですよね。そうですね、うんうん、これを見て、うん、どんな記事が検索で上位表示してるのかなとかって見ると、うん、ああ、こうやって書いていくんだみたいな。1、検索で上位表示されてるっていうことは、いい書き方というか、そのブログで稼げるやり方っていうのができてるっていう証拠なので、うんうん、まあ、こういうのを見つつ、あ、こういうふうにブログって書いていくんだな、みたいなふうにちょっと参考にすると、イメージが湧いてくるかもしれないですね。うんうんうん、ですね。はい。はい。それが今の、何から始めたらいいのか分からずっていう。とかですね、書き始めとか。そうですね。うん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 。はい。はい。じゃあ次ですね。次行きましょう。はい。次は、群馬マンマさん。群馬マンマさんでいいですよね。合ってますよね。合ってます。かわいらしいお名前で。群馬ですかね。群馬の方ですかね。はい、で、群馬マンマさんは、アドセンスはやっとのことで合格したけど、次何をしたらお金が入っているの、来るのかが全くわからないです。って
ことは今やっぱりひろきさんがおっしゃってくださっていたようなところで、うん、まず先生はまあもちろん貼っていただいて、記事の中に貼っていただいて、今世の中では何になっていることとか皆さんが知りたいっていうところを、うん、記事にしていく、そしてちゃんとそれを公開して、それほどそれこそさっきのキーワードを意識して、それに対する、タイトル記事を書いていって、そこでこう皆さんの疑問とか悩みにお答えするような記事を書いて、で読んでもらう人が増えればその分広告をクリックしてもらえるっていう流れになるので、そこで収益が上がっていくっていう感じですよね、うん、そうですね、うんうんうん、はい、なのでそこを、うん、まあ、ブログ、まあ、特にアドセンス、まあ、初心者の方は Google アドセンスね、うん、今審査を受かっておすすめやっていただいて、すごくね初心者におすすめだと思うんですけど、うんうん、アドセンスで稼ぐにはもう、まあ、記事ネタを探す、ネタ探し、うんうんうん、キーワード選定、記事のタイトルを作る、まあ、記事を書くと、うんうんうん、まあ、ぶっちゃけこの4つをマスターすれば、うん、できるよう、稼げるようになるんですよね。ざっくり言うとですけど、うんうん、そこの、まあ、一つ一つ、あ、じゃあどうやってネタを探すんだろうとか、どうやってキーワードを選ぶんだろうみたいなのをこう一個一個ね、ちょっと学んでいくと、うんうん、だんだん見えてくるかなっていう感じがしますね。ですね。なので本当毎日こうヤフーニュースとか、まあ、テレビ欄とか、まあ、ツイッターとか見て、なんかこう話題になっていることとかが見えたら、まずそこで検索してみるといいですよね、うん、こう、うん、そうするといろいろ何を皆さん検索してるのかなってキーワードとして見えてくると思うので、はい、こんな感じです。はい、で、次はヤーチャさん、はじめましてということで、ありがとうございます。はじめましてですね。で、現在アメブロで子育て、メンタルヘルスのブログを書いています。子どもの状況報告目的である、子どもの状況報告目的でスタートしましたが、特別な出来事がなければ書けず、月1更新になっています。通常更新はどんなペースで進めるのがいいですか？またブログで稼ぐという方法がまだ分かっていません。超初心者でも大丈夫ですか？教えてください。よろしくお願いします。ということで、やちゃさんは、アメブロの、検索というか URL を送ってくださっていらっしゃるので、そうですね、はい、うん、そこをじゃあ検索は今日はひろきさんが担当でピカイチなんです。そうですね、じゃあ僕の方でまた画面をちょっと見せながらやっていきましょう。はい、アメブロですもんね。そうですね、うん、こちらのサイトですね、教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、そうですね、まあ、内容的には、その、何でしたっけ、その、まあ、子育てとかメンタルヘルス系のことについて、まあ、書いてるっていうことですね。はい、まあ、どちらかというと、なんか、まあ、自分が今どういうことをやってるかみたいなこととか、うん、まあ、自分の報告っぽいことで書いていらっしゃるっていう感じですかね。なので、まあ、そうですね、その、まあ、ブログで稼ぐっていうところを、まあ、しっかりとやっていく場合は、まあ、さっきも言いましたけど、基本的には記事ネタ探しとキーワード選定でタイトルを作る、次で、まあ、記事を書くっていうところを、まあ、やっていくわけなんですけど、まあ、ネタっていうのが、まあ、結局その まあ、需要があること、まあ、検索されることじゃないといけないわけなんですよね。で、検索されることなので、まあ、そのキーワードですね、まあ、メンタルヘルス系だと、どうなんだろう、何が検索されるか、ちょっとパッとは出てこないんですけど、まあ、そもそも、収益化っていう部分だと、まあ、メンタルヘルスとかだと、YMYL っていうのに引っかかるんですよね。要は医療とか、お金のこととか、うんうん、人生に関わるようなこと、こういうのはちょっと NG っていうか、専門家じゃないので、まあ、検索で上位に上がりにくいというか、やっぱりこう個人のブログで収益化っていうのはなかなかちょっと難しいのかなっていうところがあるので、本当にね、その稼いでいくっていうことをメインでやるのであれば、その結局、まあ、
なんだ、需要のあることを、うん、と、まあ、世の中で話題になっていることですね。ことを狙うというところがポイントなので、まあ、添削、そうですね、なんかあるかな、学校の、うん、まあ、ちょっと全然ジャンル変わっちゃいますけど、例えば今ね、教習所の話が出てきましたけど、うんうんうん、じゃ教習所でどんなこと検索されてるのかなみたいな、共感怖いとかっていう。これは鉄板ですね。絶対怖いですよね、教習所。そういうのがやっぱ検索されてるんですよね。で見てみると、まあ、これは多分企業のサイトとかかな。あ、どうだ、あ、でも個人サイトっぽいかな。まあでもこうやってやっぱりキーワードがあって、まあ、ブログ書いてる人とかがいるんですよね、うん、なのでこうやってこうキーワードを見つけて、うん、まあ、この、ね、ネタ探しをしてキーワードを選んで、まあ、そこからまあこういうふうにタイトルを作っていって、まあ、記事を書くっていう形でやっていくので、なのでそうですね、そこの、うん、部分、まずはタイトルをキーワードを使って検索されるものにするっていうところが、まあ、一番ポイントかなとは思います、うんうんうん、で書き方もやっぱりそのこのキーワードっていうのは要は人の疑問なので、疑問に対して答えてあげる、共感、怖い人、うんうん、怖い人が多いっていうタイトルだったら、まあその怖いと思われている理由とかについて書いてあげたりとかっていう、怖いと思われたらなんか対処法とかどうするみたいな話で疑問に答えていくっていう書き方をするっていうところですね。ですね、ちょっと、まあ、添削っていうほどちゃんとがっつり記事を添削というよりは、まずはこうなんか狙い方とか稼ぐブログの、ね、作り方みたいなところのちょっとアドバイスですけれども、うん、こういうところをちょっとまず意識してみるといいかなと思います。そうです、なんか本当最初ってあれですよね、どうしてもこう日記的な感じになっちゃう方って多いと思うんですけど、うん、本当自分のことというよりかは世の中の人が知りたいことっていうのを書くのがもう絶対的に稼いでいくポイントなので、うん、ですね、そうですね、そこですよね、そこをちょっと、はい、あとはあれですよね、アメブロ、あとあれですね、一応収益化ブログで稼ぐっていう方法であればアメプロじゃなくてワードプレスっていうこともお伝えした方が、そうですね、うんうん、まあ、無料のアメブロだと、まあ、貼れる広告が限られてたりとか、うん、好きなところに貼れなかったりとかありますし、まあ、そもそも検索で上位表示しにくいとかもいろいろあるんですけど、うんうん、やっぱりワードプレスを使って自分でブログを立ち上げるっていうことが大事なので、うん、まあ、そこがね、まず第一歩かなと。ワードプレス、あの、うん、サーバーを借りてワードプレスを立ち上げるっていうところがまず第一歩かなと思いますので、うんうんうん、はい、こんな感じでお願いします、はい、あとあれですよ、更新はどんなペースで進めるのがいいですかっていうことですね。まあやっぱり、うん、まあ、本格的に稼ぐとなると、うん、まあ、毎日しっかり作業して記事を更新していく、うん、あの本当にいきなり最初からね、毎日1日1記事2記事って書いてくるのはね、大変かもしれないんですけど、無理ですよね、うん、でもちょっとずつ毎日作業するっていうことはやっていただいて、うん、徐々に当たり前のように記事書けるようになってくる、うんうん、まあ、やっぱそこは乗り越えないといけないところかなというふうに思いますので、うん、あの毎日作業するっていうところを意識していただければと思います、はいはい、目指せ1日1記事ですよね、だからそうですね、うん、はい、ね、なので超超初心者でも大丈夫でしょうかっていうことで、初心者さんは全然大丈夫ですし、皆さんもちろん初心者さんから始められてるので大丈夫です、やちょさん、はい、ちゃんとやり方に沿ってやっていただければ、うん、はい、はい、なんかあれですね、ズームの方のコメントも来てますけど、どうしますか、こ先、え、どういう、こっち先答えちゃいますか、コメントにですか、質問というか質問が来てるんですけど、 あこちらにも太田さんブログを一つのテーマに決め、ズームとYouTube ライブの方で同じ方ですかね。そうですね、うんうん、まあ、同じ関連するものだったら答えていった方がいいですかね、きっと。
そうですね。ブログに一つ。ブログ一つにテーマ一つで、違うことを書く場合は別のブログを作って書くのが、見る人にはこのブログはこれがテーマだと分かるから、その方がいいんでしょうかっていうことですね。要は特化ブログにした方がいいのか、ごちゃ混ぜでいろんなジャンルを書いていいのかっていうところですね。まあそうですね、まあどっちもメリットデメリットみたいなのはあるんですけれども、まあよっぽどその一つのジャンルで、まあ、少なくとも100記事とか書けるような内容だったら、その専門サイト作ってもいいと思いますし、でもそんなに作れないんであれば、まあ、いろんなジャンルが混ざったブログとかでも全然大丈夫ですし、むしろブログ初心者の場合だといろんなジャンル狙えた方が、まあ、書きやすかったりとかするので、本当です、うんうん、はい、まずはいろんなジャンルを扱ったブログを作っていって、その中で、あ、これめっちゃ熱いなっていうのがあったら、そこで他のブログをね、うん、別でこう立ち上げるとかでもいいかなと思います。うん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 、そうですね。最初から、あ、これでいこうって思って、実はそこ全然重要なかったみたいなことになっちゃったらね、悲しくなっちゃうので、試してからの方がいいですよね。そうですね。どうかなみたいな。完全にそこじゃなくて、いろいろ試して、あ、ここいけるじゃんって見つかったら、そこを広げていくの方がきっといいんですよね。うんうん、ですね。うん。はい。はい。あ、でも別のブログを作って書くのがみたいな話ですよ。ん？書くのが、ん？だからその方がいいのでしょうかって話ですよね。ああ、その方がいいかどうかっていう。あれですよね。一つのブログ、三つあったら全部テーマが違うかっていうことですよね、きっと。ん？違いますか？全然違いますか？ブログ一つ。ブログ一つにテーマ一つで、違うことを書く場合は別のブログ立ち上げた方がいいんです。わかりました、わかりました、大丈夫です、すみません話OK です、はい、そうですね、だからですね、こちゃ混ぜブログにしても全然 OK ですよってことですよね。はい、ということです、はい、はい、では、まずはい、ありがとうございます、ありがとうございます。で、次、ひろみさんですね、ブログを書く以前に一応ブログ解説はしましたが、えりこさんの動画を参考に行いましたが、同じような出来栄えにならず、ブログ作成の時もいろいろ調べましたが、やり方が見つからず、そこから停滞していますということで、ひろみさんがどこでつまずかれてるのか、ぜひ教えていただきたいですね。そうですね。うん、解説はしたっていうことで、どこかまでは。ですね。なので。やり方が見つからず。私のあのメルマガご登録時にプレゼントさせていただいてるのを見てやっていただいたっていうことですかね、きっとひろみさん、うん、最近あのリニューアルして新しいやり方の動画を入れてるので、もう一回見ていただければできるかもしれないですもしかしてそうですね、じっくりにやっていけばできると思うんですけど、どこをつまずかれてますかね。多少ね、なんかちょっとこう、なんか画面の表示が微妙に違うとかね、どうしてもこう、なんかあるんですよね。うんうん、せっかく僕らがマニュアル作っても、特になんか画面変えられちゃったりとかするので。Google とか X サーバーとか、プラグインとか、ちょいちょいあるんですけど、でも進めていく内容は同じなので、うん、そこは全然大丈夫だと思うんですけど。はい、うん、ですね。なんでちょっと、また、うん。そうですね、なんか、まあ、ちょっと見て、マニュアルを見ていただいて、うん、ちょっと進めていただければなという感じで、うんうんうん、はい、はい。ですね、もしつまずいてる部分あれば連絡ください、メールでお伝えしますんで。はい、こちらまで。映ってるんですかね、これ。はい。で、また、じゃあ、ゆうこさんからいただいたご質問で、ブログ解説した初心者ですが、やっぱり何を書けばいいのかわからないですっていうことは、先ほどお伝えした内容で。うん、そうですね。はい、かなと思います。はい、で、次が、まるさん。現在、スマホしか持っていないのですが、ブログは始められますか？私は仕事をしており、子供は保育園に通っているのですが、そんな中でも稼げますかってことで、スマホでブログやってらっしゃる方もね、そうですね、いますし、うんうん、結構このご質問多いですよね。パソコンがないとできないんですかみたいなことはいただくんですけど、うん、結局ブログネット上にあるので、そのブログにログインするための ID とパスワードさえ分かれば、全然スマホでもタブレットでもできますし、うん、どこからのパソコンでもスマホでもアクセスはできて、そこでちゃんと作業はできるんですけど、めちゃめちゃ、ね、なんかスマホ得意な人もね、いらっしゃいますけど、うん、
あのね、サードフリーデイズサードの時にもあの4人のお子さんがいらっしゃるママさんで、カオさんっていうね方がめっちゃスマホで、あの子供をこっちに抱っこしながらこっちでスマホで記事書くみたいなすごい荒技をされてた方がね、4人いらっしゃって、あのいくらでしたっけ、20何万とか、数ヶ月で20何万くらいまで行って、最低満で100何十万でブログを開設されたママさんがいらっしゃったんですけど、その方は ほとんどスマホで書いてましたね。そうですね、なんかね、まあ、僕はちょっととてもじゃないけど僕はできないんですけどやっぱスマホの方は慣れてるっていう人とかもいて、うん、意外と書ける人とかもいるので、うん、できないってことはないかなっていう感じですね、うん、はい、はい、ですよね。なので解説、そのブログの解説、あのワードプレスの設定とか、それこそドメインとか、そういうところから全部スマホでやったって方もいらっしゃいますし、記事書くだけじゃなくて設定とかも全然スマホでできるので、うん、大丈夫です、はい、まるさん、はい、で、まるさんはお子さんが保育に通っていて、そんな中でも稼げますかという、これは大丈夫ですね、うん、あのフリーデイズのコミュニティの方でも他の方でも、働きながらワーママさんでもブログで稼いでらっしゃる方はたくさん、ね、うん、いらっしゃいますし、そうですね、そこはやっぱ時間を、うん、あの隙間時間をうまく使ってやっていくっていうところで、もう 全パターンのママさんをもう多分いたと思うんですなので妊娠してる最中の方、ね、出産を挟んだ方、うん、で0歳の子がいる方、1歳の方がいる方、本当に2時、3時、4時の子供がいる方、ママさんもいらっしゃいましたよね。いました。ここにすごいなっていう。ですね。なんで、うん、はい、そこは全然大丈夫ですね。そうです。なので、専業主婦の方もいらっしゃれば、パートの方もいらっしゃいますし、あのフルタイムで働いてる方もね、いらっしゃいますし、うん、うん、そこは大丈夫です。はい。もうあっという間に30分経ってるんですね。ちょっと上げていかないと、全然終わんないんで、また3次会的な感じに。サクサクいきましょう。はい。じゃ次はルッチさんからいただいたご質問で、あ、ここもきっと同じですね。全くの初心者です、うん、で、どんな記事をどんな風に書いていったらいいのか全然わかりません。よく芸能人など有名な方はアメブロなどされていますが、とても短めのブログの時もあります。一つの記事のボリュームも大事なのでしょうか、それとも読者の需要があるものであれば特に記事を長くする必要はないのでしょうか、分散ないのでできるんだろうかと悩みます。えりこさんが配信してくださった対談動画で、正しいやり方さえ分かれば簡単なことだとおっしゃってましたが、フリーデイズの1年でその正しいやり方を習得できますか？できると思います。皆さん同じ状態で、やっぱりこう、文章力がなくて心配です方すごい多いですよね。うん、でもちろんやり方が分からない状態、パソコンを持ってない方とか、これからブログ立ち上げるんですっていう方からの状態で始めてらっしゃる方が多いので、うん、そこはその1年でちゃんと学んでいただけると思いますし、であとはどんな記事をどんな風に書いていったらいいのか分かりませんっていうのは、先ほどひろきさんが説明してくださったようなところを意識してみてください、うん、はい、はい、あと、有名芸能人とか有名な方はアメブロでもうね、サクッと短めの記事をアップするとかあると思うんですけど、あれはもう芸能人だからできることであって、うん、やっぱり個人の私たちがブログで稼いでいくためには、世の中の人が知りたいこと、分からないこと、需要のあるところっていうのをキャッチして、それに対する答えを、書いて記事価値提供して、そこで読んでもらって、それが収益につながっていくって流れなので、うん、ね、めっちゃ超芸能人だったら本当、いいんですけどね。もうね、芸能人は日記というか、うん、そのね、なんだろう、僕らとはもうね全く違うことなので、うんうん、僕らはあくまでね、人が検索して疑問に思うこととかについて書いていくので、うんうん、まず大体、まあ、最初は2000文字ぐらいは目安で書いていきましょうね、うんうん、みたいな話ですね。絶対に文字数が長ければいいとか短ければいいとかっていうわけではないんですけど、うんうん、まあ、そこはまたちょっとね、考え方とか中級者上級者の話になってくるんで、うんうん、まずは初心者の方は、まあ、2000文字ぐらいを目安に書いていくってことを意識するといいかなと思います。はい、で、それでお答えしてますよね、はい、大丈夫ですね、うん、はい、じゃあ次が、はるきまりさん、
で、いつも励ましのメールありがとうございます。質問です。60日間のメールの課題についていけてません。でも頑張ると決めています。こういう人は他にもいるのでしょうかってことで、はるきさんはフリーデイズで使っているオンリアンブログっていうブログの教材があるんですけれども、うん、教材を先にご購入いただいた方です、うん、はるきさんありがとうございます。で、頑張ってくださってると思うんですけど、で、60日間のメールの課題、あ、で、このオンリアンブログは教材だけご購入いただいた方には、60日間、2日に一遍、こういうふうに進めてくださいっていうメールをお送りしてるんですけど、うん、そのことですね。で、その課題についていけてません。でも頑張ると決めています。こういう人はここにもいるのでしょうかってことで、それはもう全然、いらっしゃいますし、ブログは自分のペースでできるところがいいところなので、うん、もちろん、最短で稼ぎたい場合は、その流れに沿って、やっていただくのがね、一番いいと思うんですけど、うん、でもまあ、メールでお送りしてますし、はるきさんが読めるところでやっていただければいいと思うので、うん、皆さん、本当それぞれのペースなので、全然大丈夫です、はるきさん。そうですね、はい。まあ、大事なのはね、継続することというか、うん、時間がかかっても、ね、うんうん、やっぱりやっていけば必ず積み重なっていくので、うん、そこは諦めずにね、頑張っていくといいと思います。はい、本当に継続することが大切です ね、 ね、はい、はい。で、じゃあ次は藤井さんからってことで、何から始めたらいいのか分かりません。で、芸能人の写真は著作権に触れるから NG とのことでしたが、上位表示されているブログがふんだんに使われている、何が本当なのか分かりませんってことで、何から始めたらいいのか分かりませんっていうのは先ほどお伝えした感じで、うん、で、芸能人の写真、そうですね、ですね、うん、まあ、芸能人の写真とかは、うん、その、まあ、著作権というよりはその、まあ、人の写真だと肖像権とか、あと芸能人だとそのパブリシティ権みたいなのがいろいろ出てくるんで、うん、まあ、本当に厳密に言うと写真は使わない方がいいですし、まあ、僕らもコミュニティでは、まあ、基本的には使わないようにしましょうっていうふうに言ってます。何がね、あるか分かんないですし、まあ、ただ、じゃあ、他の人使ってないかっていうと、結構使ってるブログが、なんか世の中に溢れていて、ね、ますよね、そうするとどうしたらいいのってことになりますもんね。そうですね。でも、僕らは大体、そのね、芸能人の画像を使うときとかは、そのツイッターの埋め込み画像とか、ツイッターをブログに載せる。画像付きのツイッターとかをブログに載せたりとかする、うんうんうん、まあ、そういうのだったらツイートを引用しているっていう形なので大丈夫だったりするので、うんうん、まあ、そういうふうな使い方をしているっていう感じですね、うんうん、なので、まあ、あんまりこう、ね、何も考えずにネットに落ちている画像をホイホイ使っていくっていうのは、まあ、自分の身を守るためにもやめといた方がいいかなとは思います。最終的には自分の判断ですね、うんうん、なのでツイッターの埋め込みを使っておくのがまずは、うん、うん、そうですね、いいかなと思います。無事利用になりますからね、はい、うん、はい、はい、で、ですね、じゃあ次はまみこさんから、はい、ということで、まみこさんはじめましてということで、はじめましてまみこさん。ひろきさんのメールマガを拝見し、いただいた教科書を見ながらブログの準備を進めております。いくつかご質問させていただきます。コミュニティがとても気になっています。以前違う方のコミュニティに参加していましたが、馴染めず学べる環境ではありませんでした。どんな雰囲気なのか知りたいです。また初心者でもしっかり聞くことができる環境かどうかも知りたいです。ブログ解説はしましたが、記事がまだ書けていません。どのように考えて書いていったらよろしいでしょうか。文章が苦手でうまくまとまらないので、ポイントなどありましたらお聞きしたいです。ひろきさんのメルマガを読んでくださった方なので、ぜひひろきさんが、はい、まずは、うん、コミュニティの雰囲気ですかね。うんうん、まあ、フリーデイズは、こんな感じです。こんな感じですね。はい、そうですね。多分、コミュニティの関わりやすさとか、うん、なんかみんなワイワイ感みたいなの。まさにワイワイですよね、はい、いつも本当に。本当、そうですね。うんうん、なんか継続でね、参加される方もたくさんいて、うんうん、なんかこう、なんだろうな、ノウハウを学びたいから参加するっていうよりは、もはやこのね、みんなと関わってたいから、もちろん学ぶっていうこともあるんですけど、うん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 、やっぱりこの環境が好きだからっていうふうに言って継続される方もね、たくさんいますし、ってありがたいですね、今のね、コミュニティのメンバーが結構、ズームにね、ちらほらと知ってる名前がいっぱいいて、ね、来てくださってますね。遊びに来ていただいて。サイさんとか、マリさんとか、加賀さんもいらっしゃいますし、
きっとこの2ページ目の方にも、ね、さんもいますし、はい、あきさんもそうですし、うんうん、皆さん、あきこさんもいらっしゃる、あいさんもそうですね、はい、うんうん、ですね、ありがとうございます。あきさんもいらっしゃるこうやって遊びに来てねくださったりとかするので、そこのなんかあ、まいこさん、あ、それまいこさんすいませんまいこさん手挙げてくれたすいません、挙手制になっちゃいましたね挙手制まいこさん、あのこの間あのメールでちょっと最近登録してくださった方はあれかもですけど、私とひらくさん、あ、手挙げてくださあ、みなみさんも、挙手ありがとうございますみなみさんこんな感じでなんですけど、でも本当あのあれですね、この間2人で対談動画を撮らせていただいた時に、うん、あの妊娠、あ、ご出産挟まれてブログ頑張ってるっていう方が、あの、舞子さんですね。挙手してくださってる舞子さん。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。ね、なんか、本当そういう、なんか、あ、ハートマークまで。はい。なので、和やか、ワイワイみたいなのがすごくいいところですし、うん、でもそれだけじゃなくて、ちゃんとね、こう、私が喋ったって言いますけど、結局、ひろきさんの目の前のなんで。そうなんです。なんかこう、みんなブログ一緒に頑張ってるっていう感じがすごく感じられるとか、うん、本当楽しくブログを続けられるっていうのがフリーデイズの魅力かなっていうところが、うんうん、いつも思いますね。本当、そんで、はい、誰かが成果出たら、うわー、おめでとうございますみたいなのがめっちゃ楽しいですね。そうですね、おめでとう祭りがね、はい、うんうん、なので、初心者さんがしっかり聞くことができる環境かっていうのは、そこはもう全くもう200% くらいこう満足ってもらえるかもしれないですよね。もうほとんど初心者さんですもんね。なってフリーで参加してくださってる方。うん、ね、直接、まあ、音声の通話のコンサルで一対一で、ね、話しながら教えたりとかもね、うん、していきますし、そこは本当ね、ね、なんだろう、気兼ねなく何でも聞ける環境っていうのになってるので、うんうんうん、はい、はい、そんな、そうですね、フリーデイズはそんなコミュニティで、はい、1年間のフルサポートコンサルで音声もできますし、はい、チャットのコンサルも受けていただきますし、うん、あとは皆さんと関われるこのコミュニティのチャットもありますし、作業会とかね、うん、ね、いろいろありますよね。またそこは詳しくいろいろお伝えしたいところなんですけど、はい、またそうですね、それは言いたいっていうところなんですけど、また後日ね、はい、正式に案内していきますので楽しみにしていてください、うん、はい、はい、で、何でしたっけ、あとは、ブログ解説はしましたが、記事がまだ書けていません、どのように書いていったらいいでしょうかっていうことで、うん、それはさっきお伝えした、そうですね、まあ、文章が苦手でっていうところはね、うんうん、書いていただいてますけど、うん、まあ、苦手でもやっていけば成長していきますので、うんうん、最初から文章が上手な人、私文章に自信があるからブログ始めましたっていう人はあんまりいないので全然大丈夫です。そうです。あとはそうそう、なんかいつも思うのは、こう文章力が心配っていう方は、自分でなんかこう文、なんでしょう、言葉を作らなく、文章を作っていかなくちゃならないってきっと思われてると思うんですけど、ブログで稼いでいくためのこうブログっていうのは、今こう、ま、世の中に散らばってる情報をこ う, うまくまとめてそれを分かりやすく伝えてあげるっていうことが大切なので、なんか一からこう文章を作り上げるとか、うん、なんかこういう小説書くとか、なんかそういうものじゃないので、うん、結構そこを思われてる方が多いので、なので、そうですね、うん、あんまり文章だからそこまで気にされなくて大丈夫だと思います。はいはいはい、ね、なんかちょっとあれですね、ズームのチャットの方に来てる質問もまたちょっといくつか消化していきますか。はい、あ、そしてあれですね、YouTube ライブの方にもコメントいただいてて、あ、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。太田さん、Zoom 入れなくて YouTube ライブの方に来ましたということで、ありがとうございます。さっき質問していただいた方ですね、両方に、はいはい。須藤さん、須藤さん、はい、あ、ありがとうございます。参加していただいて、ありがとうございます。今あれですね、YouTube ライブと Zoom でもう90名以上の方がいらっしゃいますね。あ、そうです、こっちとこっちで合わせると21人と、うん、こっち69、あ、うん、すごい、皆さんありがとうございます、本当にありがとうございます。はい、で、深夜なのに、はい、Kくるみさんから質問いただいてます。すいません、質問です。ごちゃ混ぜブログにしましたが、そうなるとブログタイトルはどんな感じがいいでしょうか、うん、ふわっとした感じで大丈夫でしょうか、 Google AdSense だと目的はわからないと判断されないでしょうか。ごちゃ混ぜブログだったら、うん、全然何でも OK です。本当なんだ、ふざけた名前ってわけじゃないですけど、タイトルですね、記事のタイトルじゃなくてブログのタイトルですね。ブログ名ってことですよね、うん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 、そこは全然気にしなくて大丈夫です。
何かの専門サイトだったら、そういう専門サイトだよっていうのが分かるようなね、タイトルとかだったり、あとはなんか覚えやすいタイトルとか、そういうのの方がいいっちゃいいんですけど、まあ、ごちゃ混ぜのブログだったら本当何でも OK っていう感じですね。気にしなくて大丈夫です。はい。あと、なおこさんですね。なおこさんからいただきました。こんばんは。質問させていただきます。私はワードプレスでブログを開始。インターネット接続が不安定ですって言います。大丈夫ですかね。やってるかな。大丈夫ですかね。たまに出ちゃうんですけど。なんかもし切れてたら、ぜひ教えてください。ここの。はい。チャットのところか、YouTube ライブの方でもいいですし。今。きっと今は大丈夫ですよね。大丈夫ですか。こっちでも知ってるし。誰か、もし、チャットで今聞こえてるかどうか。あ、大丈夫。あ、あきこさん、ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。たまに途切れます。あ、やっぱり。あ、そうなんだ。すいません。すいません。声が遅れて聞こえます。遅れてる感じ。さっき途切れました。あららら。あら。コミュニティメン、さっき途切れました。でも今、テザリングにしてるんですよね。あ、そうですね。なんまあ、ちょっと。一刻の声が遅れて皆さんここのチャットのとこ見てください一刻の声が遅れてわざとですかね今挙手してる南さんずっと挙手してくださいずっとアピールしてますね南さん面白いですありがとうございますはいはい。じゃあ、そう、つまり、じゃあ、ちょっと質問、また、続けましょうか。アドセンスは合格してます、はい。で、今までで1万アクセス来た記事は 3000PV ほどです。お、素晴らしい。素晴らしい、なおこさん。ダメな記事は100も来ませんでした。このような状態なので、またこけるんじゃないかと思ってしまい、書けなくなってしまいました。精神論的な質問で申し訳ないですけど、こんな状態の私に何かアドバイスを。いただけませんかっていう。もう確かにです。同じですよね。3000PV 来たことがもうすごいじゃないですか、ね。めちゃめちゃすごいですし。そうですね。うん、その後に 100PV、で、また 500PV、3000PV、また 100PV みたいな。こういうのを繰り返して、やっぱブログって強くなっていくので、もう全然 OK ですよ、うん。もう全然皆さんこの流れなので。そうですね。何も失敗することはないですね。うん、いや、まず本当 3000PV を集められてるってことが本当に素晴らしいっていうところですし、そこまでいけるっていうことは絶対その先もいけるっていうことなので、まあ、なかなかね、そのね、気分がね、上がったり下がったりっていうのはね、人間誰でも、まあそのブログとかビジネスっていうのはね、あの長距離走なんで、あのね、こう、あんまりバーっていって下がるよりは、まあじわじわとでもね、こう、落ち込んだりうまくいくときとか、うんうんうん、山と谷はねありますけど、うんうん、まあ、継続してやっていけば絶対ねうまくいくので、うんうん、はい、引き続き頑張ってさらにねアクセスを伸ばしていくように、ね、うん、なるといいかなと思います、うんうん、大丈夫ですよ。本当そこのアクセス小爆発をこうちょっとこう繰り返していくうちにだんだん本当ブログ強くなってくるので、そこははい大丈夫です、うん、進んでますね話が。南さんが加賀さん気づいてくれて。マジ？笑いすぎてお腹痛いですよ。私ももっと本当は笑いたいんですけど。一刻の面白い。はい、私はああ待ってください。アリスさん。うんうん、行き過ぎましたよ。あ、笑いすぎてお腹痛いですなと。あ、アリスさんが私はスマホで見聞きしているからか、さは、あ、よかった。アリスさんは聞こえてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、くるみさんからまた追加で質問いただいてますね。2回目の質問大丈夫でしたら、ということで、芸能人のラジオの発言を載せたい場合というのはどうやって載せればいいでしょうか。ネット記事やツイッター、YouTube 等以外の引用の載せ方がわかりません。ということで、ラジオの発言を載せる。発言を載せる。引用タグですかね。そうですね。引用タグ。ワードプレスに引用タグっていうのがあるので、そこにまず載せて、引用元とか出典で、なんとかラジオみたいに、まずは書くっていうところですかね。うん、そうですね。あくまで、まあ、その、うん、自分の記事とかが、まあ、主役でちょっと引用するみたいなところだったら、うん、まあ、その発言のちょっと文章化して、
引用はどこどこですみたいな風にすれば、うんまあ、大丈夫かなと思うので、うんうんうん、そうですね、うん、ねラジオはあるんですけど歌詞はダメですねこれね。あそうですね音楽の歌詞はやめた方が、はい、絶対やめた方がいいので、うん、ラジオの発言くらいだったらその引用の元で引用タグを使って引用元を書けば OK じゃないかなと思いますね、うん、そうですね、うん、はい。あ、なおこさんからお二人の方からご来信しますと大丈夫ですか、なおこさん一国道の話か皆さんここチャット見てますか、はい、マリさんよかったです。これは何ですか、この上は何ですか。ああ、なるほどあのコミュニティのメンバーがわてわてし、ね、楽しい感じですね、はい、一国道のくらいのが一つ質問されてる。あ、舞子さん教えてくださってますね。一国道の下りが続いててその中で質問してくださってありがとうございます。ありがとうございます。で、くるみさんから、あ、これダイレクトメッセージで来てるのできっと皆さんには見えてないですね。そうですね、うんうん、ですけど、はい、引用タグで書けば大丈夫で、はい、ですね、はい、はい、その後はもうないんですか、一国道さんは。あ、そうですね、はい。じゃあ次ですね。どこだか、ここですね。ウアンちゃんさんですね。はじめまして、はじめまして。シニアブロガー見習い中のウアン。これ、かっこ対語で。デブって大丈夫ですか、ウアンさんから言っちゃって。ウアンっていうのは、タイ語でデブっていう意味ってこう書いてくださってるので、ちょっとそのまま読ませていただいてるんですけど、ウアンさん。悪口じゃない。悪口じゃない。私たちが言って。ウアンさん、はい。ウアンさんで、今まで ほとんどコンピューターにも触ったことがなく、好きな YouTube を見ることくらいのレベルなのですが、一台発起してワードプレスとドメインを作り、なんとか独学にてやり始め、現在の状況はこの通りでございます。この状態だとセンスに出し2回落ちております。どれほどひどい状態か分かっているつもりではありますが、どうか一度添削アドバイスがいただきたく、どうぞよろしくお願いいたしますということです。ありがとうございます。なんかすごい、ありがとうございます。お願いしていただいて、はい、ウアンさんシニアブロガー見習い中のウアンさん。そうですね、ウアンさん、ウアンさん、皆さんブログの URL をいただいているので、今ひろきさんが見させていただきますので、ね、これで今、はい、アドセンスの、ね、審査を出していくっていうことで、まあ、単位のこととかについて書いてる感じですね。で、文字、文字じゃない、記事数は、まあ、でも20記事ぐらいとかはね、入っている感じですね。で、まあ、見てみると、でこんな感じですね。おー、ランタンが来てる。はい。タイ、いいですね。タイがお好きなんですね、うん、ウアンさんは。ね、まあ、審査、まあ審査に合格するため、まああの、アドセンス審査ってこう、明確に、あの、なんか合格する基準っていうのは正直ないじゃないというか、その、なんだろうな、あの、例えば、あの、一回落ちたブログをもう一回そのまんま出したら合格しちゃったっていうことがあるぐらい、まあ、結構あやふやなんですけど、でもまあ、とりあえず文字数とかを、まあ、1500文字、まあ2000、うん、そうだな、1500から、まあ、2000文字ぐらいは書いた方がいいですね。アドセンス審査に合格するには。ということで、まあ、っていうのと、あと、見出しをつけた方がいいですね、必ず。見出しをつける。まあ、H2 とか、あの、うん、見出しをつけられると思うんで、つけるっていうところですね。っていうのと、まあ、見出しが、そうですね、まあ、2、3個ぐらいとか、あると、ところで、あ、アイキャッチの画像も、アイキャッチ画像も入れるといいですね。で、今カテゴリーがこれ全部身分類っていう風になってるんで、うん、カテゴリー分けもしておくと、カテゴリーですね。まあ、これも2から3個ぐらいとかあればまあいいかなっていう感じなんで、まあタイの、なんだろうな、まあ例えば、
タイのお祭りとか、タイ語勉強とか、まあなんだな、まあそういうふうにちょっとじゃ分類して記事を書いていくっていうところはやった方がいいですね。うん、ですね。なんで、あと、あそこですね。なんかありました？ウワンちゃんさんってこの方かなと思って。写真があるんですね。ウワンさん。そこら辺をまず基本的なところがそういうところかなと思うので、うん、うん、やってく、あ、ここでも見出しがついてるんですね。なんで、うん。ですね、この見出しはこう入れていくこととか、やってって、うん、まあ、導入文とかも、なんかこう、うん、ただこれをやっていくじゃなくて、まあ、検索する人がまあ基本的にいるっていう想定なので、まあ、こういう疑問について、うん、まあ、答えていきますっていうところが、まあ、しっかりと分かるように、まあ、こういう疑問に答えますって、具体的にはこうでこうでみたいな、ある程度こう、この記事を読みたくなるような、文章をしっかりと入れていって、まあ、そこで、まあ、その文章に続くようにというか、やっていくことが大事なので、そうですね。うん、そこ、まあ、文字数と、あと何かありますか？アクセス。タイについて書かれてるブログですよね、きっと。うん、そうですね。タイについて書かれていくんであれば、まあ、アドセンスの時には、このタイに関することに、特化していった方がいいですよね。うん、そうですね。ダイエットの方法とかちょっと置いといて。あ、そうか、これはそうですね。はい。関係タイに特化した方が。うん。で、タイトルも今多分仲良しってなってたのかな、多分。なので、一つのテーマに特化したブログで審査にチャレンジする場合には、うん、やっぱりタイのブログですよっていうことを分かるようなタイトル。あ、そうですね。さっきのトレンドブログとはまた別で。うん。うん、そこをやっていただくとかですよね。あとはやっぱり記事タイとタイでタイで頑張っているよ、183エンジン全開、全開な感じなんですね。面白い。タイトルでやっぱこの記事に何が書いてあるかっていうのを見せていくことが大切ですよね、うん、審査の一つのテーマに特化していく場合っていうのは、うん、とかあとはやっぱりオリジナルの部分が大切なので、自分はこうこうこうでしたとか、こういうことを、あ、ASP が入ってますかね、もしかしてここ。そうですね。そうですよね、これ。体験談とかがあると、うん、いいですよね。いいですね。うん。ね、まあ、そこら辺をちょっと意識していくことかなと、まずは思いますね。うんうん、見出しつけて、まあ、あとはそうですね。まあ、やっぱり、まあ、書き方とかについては、まあ、一番結局手っ取り早いのは、上手に書いてる記事をなんか見つけて真似するっていうね、うん、パクるは、完全パクるわけじゃなくて、うん、あ、どういうふうに書いてんだろう。見出しとか導入文とかどういうふうに書いてんだろうっていうふうに見ていくことで、なんか成長していくっていうところがあると思うんで、うまくいってる記事とかをこう真似して書いていくことをちょっと意識するといいかなと思います。うん、そうですね。はい。タイについて書いてるブログを見つけて、そこを参考させてもらうといいですね、うん、きっとね。そうですね。上位表示してるブログ。うん。で、ちょっとこのあたりを、うん、はい、ちょっと意識してみるといいかなと思います。はい、思います。はい。ね。で今2回審査に合格不合格になっちゃってたっていうことで、ちょっともし放置されてる期間があるんであれば、1回また出してみると、もしかしてサクッと合格できるかもしれないです。うわさん、そうですね、はい、はい、諦めずに何回別に審査出しても大丈夫なので、そうね、そこ、まあ、さっきお伝えしたようなことをちょっと意識しつつ記事追記、うんしてみて、また出してみると合格するかもしれないので、うん、はい、はい、やってみてください。はい、はい、で、じゃあ次が、マリコさん、ひろきさん、はじめまして。はじめまして。はい、えりこさん、先日はご丁寧にお返事をくださってありがとうございました。嬉しかったですということで、ありがとうございます、マリコさん。
マリコさん、前回の動画を拝見しました。アドセンス審査の傾向として、アクセスが集まっているかを最近は見られる傾向があるとおっしゃっていて、うん、最初からトレンドブロン系でも通ったりするとのことでしたが、その傾向は今どうなっているのでしょうか。うん、審査用に数記事下書きを済ませましたが、もしもその傾向が続いているなら、最初からタイトルも記事もトレンドブロンっぽいものに挑戦してみようかなとも思います。よろしくお願いしますということで。はい。はい、そうなんです。オンリアンブログとか基本的にはオンリアンブログって教材ですね、審査の基本はまずさっきのウアンさんのブログのように何か一つのテーマに特化して、まあ、体験談ベースとか、こう書いていくっていうところで合格できるパターンが、まあ、一番王道ですね、うん、なので一応そこを基本的にはお伝えしているんですけれども、ここ最近の傾向としてそこじゃなくて、もうその合格した後収益化のブログとしてトレンドブログ、ごちゃ混ぜブログを始めていただく流れになるんですけど、基本的にはそっちのその一つのテーマじゃなくて、そっちのトレンドブログから審査されてる方でも合格されてる方が増えているので、うん、全然それはそれで OK なんですけれども、やっぱいろいろいいところ悪いところがあって、その一つのテーマに特化していくっていうやつです と、4記事から6記事くらい書いていただいて審査に出して合格っていう方もたくさんいらっしゃるんですよね、うんうん、なんですけど、このトレンドブログの方は最初からまあ収益化の記事とかは入れられていくんですけど、アクセス重視になりますので、最低でも1日 50PV、50アクセス、50人の方がこう見てもらえる、50回以上見てもらえるみたいな状態がやっぱり1週間くらいは、まあ、欲しいかなっていうところなので、うん、そこに持っていくまでに結構時間、まあ、多分めっちゃ最短でできる方もいらっしゃるかもなんですけど、結構1日 50PV、50回見られるからまあ100くらいのこの間くらいですね、ここに育てるまでに結構時間がかかっちゃうので、それだったら最初にやはり一つのテーマに特化して、まずは記事を、まあ、書くことに慣れていただきつつ審査に出してみるっていうところとか、なのでトレンドブログですとアクセスを集めてから審査に出すというのがちょっと審査に出すまで時間がかかるかなっていうのはありますが、なので、うん、どっちがいいかなっていうところで、どっちでももちろん合格されてる方はいらっしゃるので、うんうん、そうですね、なんでまあ本当に文章をブログ書くの初めてっていう方は、まずは自分の書きやすいジャンルでなんかこう簡単な特化ブログ作って審査出していくっていう風にやってもやる方法が一つで、まあ最近はそのブログのアクセスが多いと合格しやすいっていう傾向もあるので、そのアクセスを集めるため の、 そのトレンドを狙うブログとかを作って審査を出すっていうやり方が一つですけど、うんうん、そっちだとやっぱりちょっとテクニックがいるというか、難しかったりとかもするんで、まあ一長一短というか、そうですね、どっちでも合格はできるんですけど、お好みでですね、はい、まあ、トレンドで審査にチャレンジする場合にはやっぱり最初のうちは記事を公開してもなかなか検索結果に載ってくるまで時間かかるので、ツイッターを駆使するといいですね。記事を公開してツイッターで拡散するみたいなところをやっていただくとアクセスも集まりやすいと思います。マリコさん、はい、頑張ってください。はい、はい、じゃあ次、メングさんですね。メングさん、はい、アドセンス審査に向けて本当に少しずつですが記事を書き始めました、はい、アドセンスに合格した暁にはどのようにすれば収益を上げていけるのでしょうかということは、ここはさっきからあれですね、お伝えさせていただいている今世の中で話題になっていることとか、少し話題になること、皆さんがこう検索したいようなことっていうのを記事にしていければ OK ですね、はい、ですね、はい、いいですかね、はい、はい、思ってます。はい、で次ですね、河野さん、かっこ青森人ですってことで、はい、さんも青森人でそこら辺にもしかしていらっしゃるかもしれないですね、すれ違ってるかもしれないですけどはい、で、当日は家の、ゴンさんは今日はいらっしゃらない、当日は家の都合で参加できませんが、はい、後日 YouTube で見ることができるところのことで質問させていただきたいと思います。はい、で、既にブログがあり、AdSenseに落ちました。ひろきさんのメルマガ登録10日にしていただいた教材でしたのですが、AdSense審査用で別ブログを開設した方がいいでしょうか。現在のブログは30記事くらいありますが、最初から別で特化したブログにしたら心機一転頑張りそうな気もしますが、アドバイスよろしくお願いしますということで。
まあ、青森人。そうですね。青森人なので、あの青森人は稼げますので、頑張ってください。もっと千葉県です。エテ青森人ですけど。はい。審査、まあ、別のブログじゃなくて全然今のブログ を、うん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 、を更新していったりとか追記とかしていけば全然 OK なので、別にあの新しいブログ作る必要は全然ないんですけど、まあ、なんか気持ち的に新規一点やりたいっていうんであれば新しいブログ作るっていうのもまあ全然ありかなと思いますね。なので別に審査の合格のしやすさとかそういう部分でなんかこう何回も追記したりあの編集したりっていうのがマイナスに働くことっていうのはないですし、うんうん、むしろそうやって更新していくってことはプラスの評価にもなる可能性も、まあ、なくもないので、うんうん、ここは、うんまあ、効率だけを考えるんだったら今のブログを、うん、あの作り変えていったりとか、うんうんうん、していった方がいいのかなとは思います、うんうん、ですね、はい、ですね、うん、ね、なので河野さんのお気持ち次第ですね。気持ち次第。全然、はい、ブログでも OK です。新規点で別っていうのでも OK ですね。はい。はい。ね、審査頑張ってください。頑張ってください。青森県民だから大丈夫かな。はい。じゃあ次、アスカさんからいただいたご質問で。アドセンス審査になかなか合格できず1年くらいブログを放置してしまいました。再開したのですが、審査に出すには新しい記事をまた書き直した方がいいでしょうかってことで、ちょっとたくさん質問いただいてるので、まずここから行きましょう。うん、でなかなか合格できなくて1年くらい放置してしまいましたってことで、記事がいくつか入ってるんであればちょっと放置して、その後さっきおっしゃってたかもですけど、放置期間があってもう一回あの知らんぷりして審査出すとパッて合格することありますよね、うん、結構一、ね、回出してみるといいと思いま す、 です、ね、はい、あとは、うんうん、それでまあそれダメだったらまた追記とかすればいいので、うんはいはい、全然それでまたあの審査合格のために記事を作っていくといいかなと思います。うん、はい、うん、はい、はい。で、次がアスカさん、同じくブログで稼げる実績をつけたらエリコさんのようにコンサルする側になりたいんですということで、うん、エリコさんはブログで実績を出されてからどのくらいの期間でコンサルする側になられたのですかということで、いかがでしょう。やめてください。恥ずかしい。なんか汗が出ますよ、ね。どんな。私は、ブログ実践2ヶ月で10万円達成して、で、その後、2ヶ月で10万達成して、3ヶ月目に100万いって、で、8、9、10。で、ブログを実践して4ヶ月目で、情報発信というか、このコンサルする側の準備を始めたんですね。で、10、11、12。で、1月から始めたので、待ってください、7、8、9、10、11、12、1、7、8ヶ月、ブログを始めてから8ヶ月目でコンサルをする側になりました。そういえばすごい早いというか、まあ、エリコさんはめちゃめちゃ頑張ったんです私、はい、頑張ってね、そういうこと、まあ、僕ら同じコミュニティにね、はい、ブログ初心者の時がいて、まあ先生というメンターがいて、うんうん、もうね、あのコンサルを受けまくって、僕もそうですけど、教えてもらって、そのメンターみたいにコンサルできるようにっていうことで、はい、もう本当です、めっちゃ頑張って準備して。そうなんですよ、本当に。めちゃめちゃ、めっちゃやりましたね。もう、人生で一番頑張ったかなって。ぐらいです。なので、でも、そうですね、私の場合はそのくらいですけど、でもまあ、1年後くらいとか、でも1年以内にされてらっしゃる方も結構、キキさんはどうですか？僕、始めてから。あ、そうですか？僕、どうだ？2016年の12月、ブログスタートして、うんまあ、2、3ヶ月ぐらいで10万いって、コンサル始めたのは2018年の4月なので、まあ、1年半、半経ってないぐらいか、ぐらいですかね。1年4ヶ月ぐらいとかで教える側、コンサルやりましたし、あとフリーデイズでね、ずっと参加していただいてるアキさんがいらっしゃいますけど、アキさんもフリーデイズセカンドの時にブログ初心者で入っていただいて、丸1年後ぐらいからコンサル始めて、もうそこからね、コンサル生さんも増えて、
今ではね、じゃあね、いらっしゃいますよね。年収1000万とか余裕で超えてる。本当に普通に同じママさんで、やってるので、本当1年とかね、あれば全然やっていけるし、そこでね、大きく収益を出す、人生を変えるっていうレベルのことがね、起きるので、はい、いや、ブログには本当可能性が。めちゃめちゃありますよね、本当に。なので、はい。自分の中でこうもう絶対ここまでにブログで成果を出すって決めてやっていただきたいですね、まずは、うん、そうですね、はい、うん、私絶対3ヶ月以内に絶対10万達成すると思って、もうそこから逆算してもう本当に頑張りました。そうですね、気合を入れて、はい、気合を入れましょう。はい、ですね。で、もう一つ、あすかさん、えりこさん、ひろきさんのインスタフォローさせてもらってます。ありがとうございます。最近ひろきさん頑張ってますか。はい、インスタやってます。はい、でひろきさんの投稿で10万の成果を出すのにブログを最優先にしたと書かれていて焦ってしまいました。というのも2ヶ月の赤ちゃんがいて、なかなか予定した通りにブログ作業できず、隙間時間でちょこちょこやっているからです、うん、成果が出るまでに時間がかかるんじゃないかと心配です。赤ちゃんができてもいたよっていう方いますかってこと。いますよね。私の YouTube の対談動画のところに、あ、まいこさん。また手挙げてくれてる、ありがとうございます。まいこさん手挙げてくださってて、さっきもお伝えしましたけど、この間対談動画を撮らせていただいたときに、ご出産挟まれて成功出されたっていうまいこさんですね。そうですね、はい、まいこさんは上のお子さんがいらっしゃる中で2人目、妊娠されてご出産されて、その後に10万達成されてますし、その時でもやっていらっしゃいますので、うん、うんうん、そうですね、舞子さん、そう、もういらっしゃいますし、もちろん2ヶ月の赤ちゃんとか、フリーデイズのサード、この間終了したサードでは、結構、そのコミュニティ期間内に、ご出産されたってこと、たくさんいらっしゃいましたよね。そうですね、はい、はい、それでブログ頑張って、誕生日が近いみたいな。あ、みたいな。本当ですね。いらっしゃいますし、あとは、私のその YouTube のところに今までの、あ、そうです、沙織さんも挙手してますよ。沙織さんも3人目のお子さんをフリーデイズの期間内に自己出産されて頑張ってらっしゃって、はい、しかも沙織さんの対談動画のところにも載せさせていただいてるんですけど、うん、あれですよ、そのご出産、3人目ご出産される前に、ブログサイトやマネー売却して60万ですかね、60万ですよ、4ヶ月です。4ヶ月の赤ちゃんがいらっしゃる、そうです、沙織さん、そうなんです。なので全然赤ちゃんを子育てされながらブログ頑張ってらっしゃる、ちゃんと成果出してるって方も、うん、たくさんフリーデイズにいらっしゃいますし、ぜひ対談動画のとこ見てみてください。私の YouTube のとこにたくさん子育て中のママさんの載ってますんで、うんうん、そうですね、なので、はい、まあ、もちろんね、そこね、ブログを本当ね、お子さんは一番大事ですけど、うん、まあ、もちろんそれ以外でね、やっぱブログに集中して、ね、うん、僕も本当ブログを人生のね、優先順位1位にして、なんなら会社の仕事をするふりしながら、ちょっとブログ書いたり、メール打ってるふりしながらブログ書いたりとか、やってるぐらいね、本当ブログでを第一に考えてやってきたっていうところ、うんうん、まあ、だからこそ成果出たっていうのはあるので、うんうん、まあ、そういう気持ちも持ちつつ、うんうんうん、やっていけると、できる範囲でね、少しずつね、頑張っていけるといいと思います。うん、はい。ですね、本当、あとは、子育てママさんとか、やっぱりお子さんが寝てる時間とか、あとお子さんが寝てからお子さんが起きてくる前の朝活とかで作業をされてる方がほとんどなので、飛鳥さんもうまく時間を使ってね、やって、はい、やってください。大丈夫です、大丈夫です。はい。はい、はい、あ、しかも飛鳥さんあれでした、すいません、あ、検索がありましたね。審査に通らず瞑想中ですと、内容にオリジナリティは出ていますか、ご指導いただきたいですっていうことですね。と画面共有してますね。はい。あ、柏の方ですね。そうだそうだ。そうだ。柏市出身なので、まあ、柏市というか、正確には柏のちょっと下に湘南町っていう町があったんですけど、今もう柏市に合併されて亡くなってしまった。誰も知らない情報だよ、この子。分かってくれるかな。ね、同じ地域。はい。ね、でも、まあ、基本、あ、でもしっかり見出しとかも入ってますし、うん。あ、吹き出しも使われて。うん。で、文字数とかもそう、結構しっかりされてて、うん、そう、書き方的には、そんなになんか、全然問題はないかなっていう感じなんですよね。うん、自分で画像ね、使ったりとか、
あるんで、そこの書き方とかは全然大丈夫というか、うん、むしろなんかあるタイミングで審査出したら、あ、なんか合格できそうですよね。合格しちゃうこととかもあると思うので、うん、内容とかも、うん、はい、オリジナル部分入ってますもんね。そうですね、うん、なので全然あの内容はいい感じですね。でサイトマップとかも、まあ、しっかりあって、プライバシーポリシーとかね、うん、入れてますもんね、うんうん、あ、しっかりと、うん、あのこれをやってくださいってあの言ってるところがちゃんと網羅できてるんで、全然内容、まあでも、そうですね、添削と言うからには何か、何かアドバイスをしたいっていう、そうですよ、そうです。ところなんですけど、うん、画像とかね、まあ引用とかね、まあ多少使っても全然、審査合格っていう点では本当全然問題ないかなって思うんですよね。収益化のブログとはまた考え方もね、ちょっと変わってくるので、18日、うん。ですね。まあ、もうちょっと記事増やしていけば、あの合格、普通にこのクオリティで書いていけば、全然合格すると思うので、はい。このままやっていけるといいかなって、うん。そうなんですね。まあ、下審査だと、本当、まあ、記事のクオリティとか、なんかこういう書き方に変えたら、合格しやすくなるとかも、なんか、そこまでなくて、やっぱりオリジナリティ、その、なんかたまに、その、すごく丁寧に書いて、もう本当こう教科書みたいに綺麗に書いてたら、なんかそのせいで他のブログと内容がなんか似てきちゃうみたいなこととかがあって、なんかそれで合格、すごくうまく書けてるのに、全然合格しないなっていう人とかって、まあ僕の見解ですけど、なんかそういうふうにちょっと他のサイトと似てしまってるっていう、ことがあったりして受からないとかっていうのあるので、やっぱりオリジナリティとか自分の経験談みたいなところをしっかり入れていくっていうところはポイントとして大きいかなっていうふうに思うので、そこが今後もちょっと意識していくこと、まあ、自分のね画像とかしっかり入れてるんで、そういうのとかポイント高いというかいい感じかなと思うので、そこをちょっと意識していくといいかなと。手賀沼とかね、懐かしいあの 今はどうか知らないですけど、日本で一番汚い沼って言われてますまた知らない情報ですね、みんな。そう、昔は臭かったんですよ。すいません、どうでもいいですけど。なるほど、はい、ですね、うん、なんで本当書き方とかすごく、ね、しっかりしますよね、はい、全然。カテゴリーはどうですかね。カテゴリーも、まあ、2つ、まあ、全然、まあ、もう1個ぐらいあってもいいかもしれないですね、うん、あ、でも久留米に1個と、そっちにいっぱい入ってるんですね。柏市が、あ、もうちょっとカテゴリー増やしてバランスよく入ってた方が、うんうん、まあいいかなっていうところはありますね。うん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 。はい、柏市4年目か。湘南町の下りはちょっと。ね、はい。いや、でもそんなところかなと思うので、ちょっとこの調子で。聞いてくれるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃ次ですね、福田さんからいただいています。で、私はオニアブログの通りアドセンス審査に合格するためだけの記事を書いているんですが、主人が広告が貼れなくてもアクセスを集めるために最初からトレンドブログを書いて、その延長でアドセンス審査に出せばと言います。主人は数年前に独学でアドセンス合格し、漫画ブログにてビビたる収益を得ています。私はアドセンス審査にも落ちてしまい、気持ちがへこむ中で、そんなこと言われてしまって、誰を信じればいいのかわからない状態に。うん、ねえ、あの、そうですよね。えりこさんたちからすると、ご主人、この主人の意見はどう思われますかということで、福田さん、あの、オニアブログ買ってくださっていらっしゃる福田さんということで、ありがとうございます。はい。で、あの、さっきからお伝えしている通りで、あの、オニアブログの通り、基本的な、審査のやり方でやっていただくのも一つですし、あの、旦那様がおっしゃっているように、トレンドで審査にもできますし、まあ、ちょっとそちらとアクセスを集めてからっていうことなので、ちょっと審査出すのが遅れちゃうかもなんですけど、どっちのパターンでも、あの、いけますので、旦那様、鋭いですよね、でも、うん、そうですね、本当に。そこは、
全然考えとして、うん、なんかその方向もありなので、うん、はい、どっちでもありなんですよ、うん、そうなので、オニアンブログの通りに今進めていただくとしても、その、トレンドの、ブログ収益化の基礎知識みたいなところがあるんですけど、そこの通りに進めていただいて、それでアクセスを集めて審査っていう、旦那様がおっしゃる通りやっていただいても大丈夫ですので、うん、ここはちょっと福田さんのお気持ち一つかなっていうところもありますね、うん、はい、なのでへこんじゃいますよね。アドセンス審査落ちると、落ちても3回落ちてますから、3回落ちて、はい、ひろきさんどうですか、一発ですか、もしかして。僕はなんか他の人多分絶対ないと思うんですけど、なんか本当意味不明、未だに意味不明なんですけど、審査合格しましたっていう通知があって、翌日にすいませんやっぱりダメでしたっていうメールがなぜかって、なんかアドセンススペシャリストが確認したところ、なんかやっぱりダメですみたいなメールが来て、それ初めて聞きましたね。いや、僕も今まで本当ね、コミュニティとかでも本当何百人って、ね、生徒を見てきましたけど、そういう人いまだに1回も出会ったことないんですけど。で、どうなったんですか？もう1回審査やり直しです。それで2回目で合格ですか？あ、そうです、そうです、そうです。だから、うっかり合格されちゃったけど、持ち上げて落とされるみたいな。それまたショックですね。そうですね、当時のメンターに、すいません、こんなの来たんですけど、どうすればいいですかとかって聞いて、いや、これ初めてですね、とか言って。私も本当、今まで300人以上見させていただいてますけど、初めてですね。はい、いや、そうなんですよ。10回とか落ちて合格してる人もいますし、うん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 、そこは諦めずにやっていけば合格できるので、うん、大丈夫ですよ福田さん、はいはい、なので誰を信じればいいのかっていうのは旦那さんでも私たちでもどちらも、まあ、どっちが正しいっていうこともないかなと思うんですけど、どちらでも大丈夫です福田さん、はい、はい、で、2番目の福田さんからのご質問ということで、で、アドセンス審査になかなか合格できず、とても焦ってしまいます。合格できなければ収入にもつながらないし、モチベーションが下がりつつも、毎日子育ての合間でなんとか頑張って記事を書いています。アドセンス審査の合格代行などもあるようなのですが、正直どう思われますか？アドセンス合格もできない人は、ブログで稼ぐなんて無理なのでしょうか？涙ってことで、福田さん大丈夫ですよ、本当に。で、代行も、ね、あるんですよね。ココナラとかで、うん、アドセンス審査代行サービスっていう。で、そこでやっぱり頼まれて合格されてる方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、そうですね、そこで結構何回か落ちる方も、代行頼んでも何回も落ちちゃってる方もいらっしゃるので、まあ、一概には言えないんですけれども、そうですね、うん、でも、まあ、人に頼めるっていうところはいいですね。数万円でやってくれますよね、審査代行。そうですね、うん、5万ぐらいとか。そう、10万とかかかることはないですね。うんうん、5万とかで本当合格するまで、ね、サポートしますみたいなところとかもあるんで、うんうんうん、まあ、ね、余裕あればそういうのを使っちゃって、サクッと合格して、うん、まあ、本番はね、稼ぐっていうところで、収益化ノウハウっていうのをね、実践していくことだと思うので、うんうん、まあ、審査合格をちょっとね、サクッとやってその先に進むっていうのは全然ありかなと思うので、うんうん、はい、そういう手段もありです。はい、ありですし、焦ってしまうお気持ちはね、分かりますけど、うん、そうですね、大丈夫ですよ福田さん。はい、はい、で、3つ目のご質問ということで、あ、行き過ぎましたね。えりこさんのコミュニティに参加したいなと漠然と思っているのですが、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。3 days のコースですね。で、費用面などが心配です。何せ専業主婦で自由になるお金がないためってことで、うん、旦那さんがね、まあ、こっそりですかね、旦那さん内緒で参加される方がすごい多いですし、私もブログ内緒で始めた派なので、わかるんですけど、コミュニティのフリーデイズの費用ということは、フリーデイズのご案内は11月のもうちょっと後から少しずつさせていただくので、うん、そこで具体的な内容を、ね、お伝えしてから費用もっていう感じではあるんですけど、どうですか？今月の、まあ、中旬ぐらいからちょっとずつフリーデイズのご案内ですね、具体的にどういうカリキュラムなのかとか、うん、まあ、どういうサポートするのかっていうのを、まあ、お伝えしていくので、まあ、その内容を、まあ、しっかりと伝えた上で金額を、ね、お話しできればなというふうに思うので、なんか先に、ね、金額だけ言っちゃうと、なんかそれでもうこの金額とか無理って言って何にも話聞かないみたいな風になっちゃうのはすごくもったいないので、うんうん、私的にはまずね、そのコミュニティの価値とか、どういうカリキュラムがあるのかっていうのをしっかりとね、理解していただいた上で、価格もね、ご案内させていただければなという風に思うので、うん、
まあ、もろもろ、まあ、コミュニティについてのね、は、なんだろうな、本当、これでもかっていうぐらい丁寧に説明しているので、その今月中旬ぐらいからね、案内をちょっとお待ちいただければなというふうに思いますので、はい、楽しみにしててください。モリモリな感じなので。はい。ということで、はい。じゃ次、ピッピさんですね。ピッピさんが、オンリアンブログはお願いせずに、フリーデイズのみの参加も可能ですかってことで、先ほどからお伝えしている教材ですけれども、うん、もちろん、教材購入しなくても、フリーデイズのみの参加ももちろん OK ですし、フリーデイズご参加いただいたら、その中にオンリアンブログとか、ハイステップも入っていますので、うん、大丈夫です。ピッピさん、ありがとうございます。ね、で、ピッピさんは、添削もいただいておりますね。はい。で子連れお出かけをメインに書いていきたいのですが、トレンドも含めるとごちゃごちゃするから、ブログタイトルはお出かけスポットとは絞らないで、ふわっとさせた方がいいのか。分からず、ブログのテーマ自体がブレブレです。よろしくお願いします。ということで。はい。ですね。こちらもちょっと見ていきましょう。ピッピリンリンさん。ピッピさんね。はい。サイトですね。元バイク師さんなんですね。私もです。ね。で、まあ、いろんなジャンルについて記事を書いているっていうごちゃ混ぜな感じですね。で、先質問で、まあ、テーマ自体がブレブレというか、いろんなことを書いてるっていうことなんですけど、うん、まあ、そこは全然、いろんなジャンルでも OK だと思います。うんうん、はい。なので、そこは、なんだろうな、まあ、需要のあること、検索されることっていうのを、狙って書いていくといいかなと思いますね。うんですね。で、そう、芸能系というか、ジャニーズ系のこととかもね、結構書いてあって、まあ、それこそね、タッキーのこととかもね、めちゃめちゃ話題になりましたし、こういうところはね、絶対検索はね、されると思うんですよね。うん、タッキーのドバイの富豪の話知ってますか？知らない。知らない。営業写真で。タッキーのツイッターが最近すごく、話題で、で、ね、ジャニーズ、めちゃめちゃ、あれですよね、はいはい、副社長を退任して、で、ツイッターアカウントを始めたんですけど、第四夫人です、第四夫人。第四夫人。なんか、滝沢、あ、滝沢秀明、第四。出てこないですね、ニュース。タッキーが新しい会社を起こす。で、それが、ドバイと、なんか、ドバイの第四夫人がすごいバックアップしてるみたいなニュース記事が出たんですけど、でも、タッキーはそれを自分のツイッターのプロフィール欄のとこで、新会社何の話みたいな感じでこう、抵抗してるっていう、このやりとりがあったんですけど。そうなんですね。うん、ドバイですね。でも多分そういう。ドバイ富豪の第四夫人、第四夫人とはみたいなので、私も検索しましたけど。そうがね、検索されるので、うん、こう、なんか、このキーワードを狙っていくっていうのは絶対いいと思いますね。うん、ドバイの富豪アラブ人。こういうのやっぱり、ね、最初のうちはなかなか検索アップしても検索結果載ってこないので、ツイッターへ流すと絶対読まれますよ、うん、こういうの、うん。そうですね。なので、まあ、確かに滝沢秀明ドバイとか、タッキードバイっていう、タッキー。いつもと机の高さが違うから、なんかキーボードが上げてないと。いつもと軽やかに言ってますよね。ドバイ？あ、でも、ドバイだと、ちょっとニュース記事が多いかもしれないですね。そう。あ、でも、あ、ありますね、個人ブログ。ドバイ、あ、ここですね、本当第四夫人誰みたいな、こういう時は、うん、名前隠されてる時は、それが誰かっていうとこですよね。そうですね、うん、第四夫人とかっていうのは、なんか今すごく検索されているので、うん、なんでこういうキーワードとかをちょっと拾いつつ、記事にしていって、で、まあ、ドバイ富豪とか第四夫人ってタイトルにして、うん、で、まあ、河野太郎になって、あ、なるほど、まあ、キーワードを、要はそのタッキー、まあ、仮に、じゃあ、まあ、ドバイ第四夫人とかで、まあ、キーワードを狙うとしたら、最初の見出しとかも、こういう、やつにした方がいいですね。タッキーの、
まあ、ドバイ、まあ、例えば、滝沢秀明、滝、誰みたいな、まあ、ちょっと後半のキーワードはちょっとあれにしても、なんかこういう感じのタイトルにして、まあ見出しとかを、まあ、最初は一番このタイトルでこう狙うキーワード、知りたいキーワードに対しての答えを先に最初の見出しでこうやってあげるといいと思うんで、そこでこの内容、ドバイのちょっと内容があれですけど、まあでも、まあ、このサイトとかまさにそうですね。さっきの新海ドバイの大学人誰みたいな話で、まあ、書いていって、なんかいろいろちょっと情報があるみたいですけど、まあそれについて書いてますね。僕も大学人、日本女性。そうなんですよ。でも結局多分誰かは分からない。ですね。なんで、まあ、基本的にこのキーワードに対しての答えをできる限り早く書いてあげるっていうことが大事なので、まあ、このなんか今出てきたサイトみたいに、まずはそこについて触れてあげるっていうことがいいと思いますね。このキーワードを狙うのであれば。で、まあ、関連してね、河野大臣とかがあるんであれば、河野大臣の話とかその下とかに入れたりとかしていくといいかなというふうに思いますね。書き方的にはそうですね。でも狙う、需要のあるところをしっかり狙ってるっていうのはすごくいいので、これはなかなかいい感じというか、ですね。ジャニーズは熱いですね、やっぱりね。そうですね。キャンパスでパスポートとかも。これとかも、ね、いいですね。絶対、いいですよね。キャンパスでパスポート。に、まあ値段とか、そうですね。値段だと、まあ値段だとやっぱそういうサイトとかが出てきちゃうのかな。専門的なファッションプレスとかが、ちょっと企業のサイトとかが出てきちゃうかな。キャンパスでパスポート。払い戻しとかね。払い戻しとかね。ね、このキャンパスへパスポート払い戻しっていうキーワードで記事を書いてる人が、もうこのピッピさんしかいないぐらいですかね。本当ですね。あと2022とかなんで、これめちゃめちゃいいところついてますね。払い戻し。でもめちゃめちゃ上位にいるじゃないですか、もう。これですよね。ですね。いいじゃないですか。いや、本当、まあ、キーワードね、検索サジェストにもあって、キーワード使って書いてるんで、この狙い方とかね、すごくいいと思いますね。で、まあ、書き方は、でもこれは値段か。払い戻し？あ、そうですね。こっちか。払い戻しについて、発売決定時、販売期間いつなのか。まあ、何？払い戻しでキーワードとかを狙うんであれば、まあ、先にこれを払い戻しについて、やっぱ上に持ってきた方がいいですね。検索に対しての答えを本当早く書いてあげるっていうことが大事なので、なのでそこの払い戻しっていうのを一番上に持ってきて、まあ、書き方とかはね、結構いい感じに書けてると思うんで、そこの後はブログの構成の部分にちょっと意識すると、検索順位とかも結構見出しの順番を変えるだけで順位が変わったりとかすることもあるんで、じゃあそこら辺意識すると良いかなと思います。はい。はい。ちょっと。でも時間が11時半ね。そうですね。やばいですね。でも、あとその、ピピさんがブログタイトルはお出かけスポットとは縛らないで、ふわっとさせた方がいいのでしょうかっていうことですけど。もう一つトレンドのようなブログを作った方がいいのか、まあ、内容としては全然ごちゃ混ぜで OK だと思いますけど、ブログタイトルは元保育士さんがみたいなこと書かれてますよね。そうですね。でもおすすめ教えますなので、まあごちゃ混ぜで書いてくんであれば全然 OK ですね。キャッチフレーズのところが
個人で行けるおすすめとか、ここもちょっと削除しちゃってもきっといいですね、このキャッチフレーズのところ、ブログの。そうですね。のやつですね。うんうん。ですね。それであれば全然 OK だと思います。はい。